佐賀の偉人佐野常民など幕末の県内の歴史から日本のカメラの始まりを紹介する展示会があさってから佐賀市で始まります。日本赤十字社の創設などさまざまな功績を残した佐賀の偉人佐野常民。幕末の佐賀藩では佐野を中心に写真技術の研究が進んでいて、展示会では当時使っていた初期の国産カメラなどが紹介されています。一方こちらはカメラの原点とされるカメラオブスクラ。当時箱の中に映った景色を画家が写生するのに使っていて、佐野常民の親戚で佐賀藩士山領主馬が絵師の芝光寛から存在を伝え聞いたといいます。カメラを通じて今まであまり表になってないその人間関係ですね、実はカメラというものがつなげてたというところですね。そこを皆さんに見てもらいたいと思います。